2021ゲット3開幕。 2.27 湘南ベルマーレ VS サガン鳥栖、見るしかねえべ。そんなこんなで、じゃあ、ちょっと一個あれなんですけど、これ今ね、新加入もあれば、例えばその坂本さんとかロンドさんとかずっとこのベルマーレの歴史とともに歩んできたと思うんですけど、はい、過去やっぱりたくさんの、それこそ助っ人の、外国人選手の方たちもたくさんいたと思うんですけど、うん、思い出に残ってる外国人選手とかロンドさんとかいらっしゃいますか？あ、僕ですか？ああ、僕はやっぱりアジエル。アジエル、アジエルはもう、これはもう誰がいてもやっぱり1番2番来るんじゃないですか。なるほど、ちなみにどういったあれですか？ボールをこう持った瞬間からこうワクワクさせてくれるプレーですよね。本当に当時湘南の太陽と呼ばれてたぐらいなので、もうこれはね、本当に子どもたちも本当に大好きで、みんなサポーターのね、子どもたちも本当にいろいろなスペクタクルなプレーもするし、あと陽気、いいですね、チームが明るくなる、すごいもう明るくなって、すごい人懐っこい、本当に僕は数少ない、彼がこうね、対談して、日本離れた時に僕はお見送り行きましたからね。それぐらい、もうみんな涙のみんな大好きアジエル。そう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 、本当にね、大好きな外国人選手の一人で、もうプレーもすごかったですよね。そう、楽しいプレーをして教えてくれました。アジエル。そして坂本さんはいらっしゃいますか？僕は韓国人の、ハングギョンっていう選手がいたんですよ。ボランチ。ボランチ。当時入団する前になんか練習参加みたいな感じで来たんですね。で、その時僕まだ現役で、プレーしてたんですけど、練習参加初日に僕がボール持った時に削りに来たんですよ。もう明らかに削りに来て、僕ちょっと、おいみたいな感じで怒ったんですよね。なんだこいつみたいな練習セックスしてと思って。そしたら、後から聞いたら、そのチームの、レギュラーの人からボール奪ったら、プロになれると思ったみたいなことから。ストイックというか。すごい気持ち的に強い選手だったので。ガッツアグレブ。どっちかっていうとね、仲良くなるというか、コミュニケーション大事だもんね。もうガツガツ来て、なんだと思ってたら、もうあれよあれよという前に韓国代表もあれば、すごい覚えてる。もうすごい、もう飛び越えていきましたからさ。そういう意味ではすごく、入団する時からちょっと彼は違ったかなっていう感じは思い出しましたけど、いや、そういうのはやっぱ歴史とともに歩んでるからこそ出てくるじゃん。もちろんアジエルもハングギョン選手もね、僕も知ってるけど、でもっていうことでさ、やっぱ思ったんだけど、その振り返ってみると、いたなとかさ、わかるでしょ？わかります、わかります。なので、現役選手はもちろん今ね、今期の皆さんがもうベストだと思いながらも、例えば歴代、今現役選手じゃない方の歴代のベルマーレ在籍した選手でのベストイレブンなんていうのを今みんなで考えてもらっちゃったりとかしたら結構熱くない？はい、楽しそう。やっと喋れるでしょ？やっと喋れますね。これ喋った後も喋らないかもしれないですけど、喋ってないのに喋んなすぎて声枯れてるもんね。やっとだよ、やっといけるよこれは。さあ、ここにねコート出てきましたけど、この中にどんどんベストイレブン入れていきたいんですけど、まずじゃあ早速ですけど、キーパーと言ったら誰？この歴代のね、ロンさん誰ですか？僕結構ね、マニアック路線に行っちゃいがちなんですけど、いいですか？マニアック路線で、僕はキーパーでやっぱりまず度肝を抜かされた選手が一人いて、アレックス・サンターナって。あーすごかった、すごかった。稼働としてはね、そんな長くはないんだけども、あの見た目、モヒカンのね、見た目と、川崎戦闘轟きの、そこで大久保相手にこうダンスをこう見せるってね、そしてこう外すっていうね、あれはね、かなり
いやもうど、もうインパクト。どこまでも届くんじゃないかと思うぐらいの守備範囲というか。あれ衝撃でしたね。ロンさん、せっかく書いてて。いや、いいんですか、僕かなり今マニアックすぎて。いや、本当はね、たくさんいますよ、だって。いいんじゃないですか。どうなんですか。工事的には、やっぱり。一緒にやった中で言うと、野沢ですかね。あ、野沢ね。はいはい、野沢。キーパーの技術とかよくわかんないですけど、あの声がけとか後ろから出す声とかが結構的確で、すごいなんかみんなが安心できる存在だったというか。なるほど。結構さ、プライベートっていうか、そのピッチ外も楽天的で、大丈夫大丈夫みたいな感じなんですよ。でもそういうのが後ろにいると結構選手は安心するみたいな。僕より後輩なんですけど、なんか安心させられるキーパーだったなって感じがします。うん、一度お会いしたけど、やっぱりその陽気感っていうのはすげえ伝わったし、でもなんか愛されるっていうと、俺一回ベルマーレの一回つかベルマーレの試合を見に行って、地元の友達と、はい、でそのまんまあのスタジアムからのシャトルバスで平塚駅まで帰ったバスの中で、その時ね、その野沢選手さんのユニフォームを着てるあのおばちゃんが一人いて、でその人がもうずっと好きで、もうずっと好きでっつって、もうずっと好きなのってずっとバスの中でっつって俺もうっかり喋りかけちゃったんだけど、あの野沢選手ね、もうずっと好きで、ずっと好きで、もうずっと好きなのって言って、もうそこ もうずっと言ってた。もうだからもうファンからとかサポーターからもうすんげえ愛されてるんだろうなっていうのは、その瞬間、ほんと15分ぐらいだったけど、すげえ感じて止まんないのね、愛が。いや、もうサポーターを大事にする代表的な選手でもあるから。そうだね。それ感じたよ。ずっと言ってたもん。ずっと好きなのって。ってことは、ここはやっぱり野沢選手。野沢選手ですかね。アレックス・サンタナで申し訳ないけど。あ、すいません、ありがとうございます。ではじゃあここ話させていただきます。はい、ベルマーレ歴代ベスト11、みんなで考えました。僕たちの中では野沢さんというところで、はい、よろしくお願いします。あ、野沢さん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 。そしてディフェンダー、はい、どうぞ。いいよ、どうぞ。声真似のそうじゃないですもんね、野沢さんって。違いますよ、違います、うん。大丈夫だった今入ってきて。野沢雅子じゃねえよ。大丈夫だった今。いや、そういうとこしか喋れてない。そういうのしか喋れないですよね。全然大丈夫。どんどん来て、どんどん。バッサリ言ってください。全然どんどん来て。パスミスだらけですいません。全然全然全然。今のパスミスだらけまで丸ごとないから。ハン君の対応にめっちゃ汗かけました。違うじゃん、違うじゃん今。もう全然、もう全然来てください。ありがとうございます。いや、じゃあディフェンス、ディフェンダー行きますね。はい。これ4人でいいですか、3人ですか。フォーメーションもだってどうします。そういえばこのチームは、じゃあ監督、フォーメーションどうします。ベルマーレのフォーメーションってどんな感じですか、最近だと。3バックで中盤が4枚だったり5枚だったり、じゃあ今回はどうしますか。今回は4-3-3でお願いします。4-3-3 なんでだ、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 4-3-3、はい、ということで、じゃあディフェンダーいいですか。僕はやっぱり遠藤航を目指したいですね。やっぱりこう今もこう活躍する、ね、海外で、いやもうだって向こうでもね相当高評価ですもんね。まあ主にボランチでねやってるけど、やっぱりベルマーレではこうセンターバックっていう、なるほど、イメージがね。いいですね、うん、どうですか監督。いやもういろんないですね、ここは。なるほど、はい、気づいたらロンドさんに書いてもらって申し訳ないです。サイドバックは、サイドバックポジションがないまいちね。そうね、僕あとセンターバックになっちゃうんですけど、一人やっぱりね、ジャーンどうですか。ジャーン、田村剛入れなくて大丈夫ですか。あ、ちゃんとあのポジション、やっぱフォワードじゃダメですか。島村剛ね。ディフェンダーですけど、まあね、じゃあまずね、じゃあ、お、いいですね、なんかだんだんもうすごい、なんかすげえゲームしてる気分。並びがいいですね。いいね、遠藤航るじゃんってなって。間違いない、遠藤航るじゃんって間違いないです、遠藤航るじゃんって野沢さんが言ってる。今んとこ今んとこね、強い感じですよ、強いです、鉄壁。
サイド奈良橋さんとか、うわー、ああ右サイド奈良さん、奈良橋さんと岩本照さんですね。ああなるほど、これすぐね、右左、ま、間違いない、うん、ここは外せないですね、うん、こちら奈良橋さんで、はい、こちらがもう岩本照選手、いすごいね、見てた、見てたよね、見てました、本当にもろ同世代じゃない、そうですね、ちょっと書いてもらっていいですか、テルオじゃないですか、テルオだっけ、テルオさんじゃないですか、テルオだっけ、漢字わかんない、え漢字わかんないですね、もうだ英語で、英語で、テルオ、テルオ岩本でいます、そしたらその場合両サイドバック決まって、あいよいよ上がりますね、1個、うん、中盤慣れてるさ、これ中田選手とか入ってくるから、あまあでもその在籍、過去在籍して、うん、まあそうですね、 OB というか、マニアックに言うと誰ですか、ロンさん、マニアックで言うと、マニアックで言うと、そうね、メジャーのところとマニアックのところちょっと混ぜた方がいいんじゃない、あほんのマニアックどころで言うと、あの北島義雄ってねすげえ、ね、あのボランチ、ね、北島義雄これはね、あのハン君にもあのね、これはね、あの当時の現役の頃の北島義雄をね見てほしかったなって、やっぱりボランチはあれですね、長木とハン・グギョンがやっぱり抜けてたかなって感じしますよ、あそうね、あ長木、あそう確かに、もうだって一番そう最初にこう歌わせてもらった時スタジアムでやっぱその2人だったもんね、うん、印象、俺の印象的にはダブルボランチャーはすごい、まあ、過去を見てもいい、うん、長木選手もそのまま日本代表を選ばれて、ハン・グギョンも韓国で、すごいよね、その2人は入って入れてもらいたいなと思いますね、じゃあぜひちょっと書いてもらっていいですか、ハン・グギョン長き、長き、永遠の縁起ですね、はい、そっか、北島義雄は無理だったか知りたい、その選手もぜひ知りたい、長き、ハン・グギョン、北島義雄ってちょっとすまないいや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 、もういつもあのね、これあれだけど、あのゴール決めるとリクエスト曲かかるんですけど、北島義雄だけ1回だけかかったんですけどね、あの北島三郎祭り彼の選曲がすごい1回だけかかったんですよ、もう祭り祭りそのシーン見たいな、あなんかすごいチーム、なんかすごいことになってたすごいチーム、これすごいな、面白いな、来ましたよ、次だから、あ、やっぱりここら辺からちょっとなんか匂い出してくんじゃないですかね、うん、わかんないけど匂い出してくんのかな、なんかこの辺からなんか匂い出してくるね、かもし出してた、わかんないけど、わかんないな、どうなんだろう、この辺からでも、どうなんだろう、監督どうですか、ハン君言ってもいいよ、次は、え、なになに、ハン君言っていいよ、次、次、誰か、あ、俺言っていい、じゃあここはやっぱ中田秀さんですか、ああそこは外せない、外せないって言ってたから、外せないって言ってたから、やっぱり無駄だなそれは他にいないですから、自分なんか今ポジションが合ってるかどうか分かんないけど、やっぱガリガリガリいやいやもうガリガリはね、もうちょっとか、そうだね、中盤の右かな、イガリは、イガリ、イガリ、ここ こ中盤の右、あ、ここで右、もんとこっち、えラインの外だじゃんベンチってここ出ます、やっぱり坂本浩二出ます、入れてもらっていいんですかもうやっぱりもちろんです、もう入れたいなら入れてもらっても全然ミスターベルマン、ここに、じゃあ俺が坂本浩二、ポジション的にはトップ下の方がね、これもいいぞ、もう名前ミスターベルマーレです、カタカナでいいですからミスターベルマーレ、かっこいいミスター、もうミスターベルマーレ、ミスターありましたね、最高ですよ、ボンと、これもう分かりますから、でもみんなもうこれで分かっ
ていただけ新しい外交先生じゃないですアレックス・サンタンかミスター・ベルマーレかで待って、1、2、3、4、5、6、7、8、8人ですよ。あと3人来ましたよ。どうしますここ任せます。あとはアジエル、やっぱアジエル入れたいんじゃないですか、はい、これアジエル、アジエル入りますよね、これは、うん、この話の中でいくと。じゃあアジエルお願いしていいですか。アジエルさん、2人ですね、まあ、ここで並べていいですか。おお、いいですか、ちょっと贅沢な配置して。全然ポジションあ、もしかしたらあったないかもしれないんですけど、すごい印象に残ってるのがあのベッチーニョ選手。あ、ベッチーニョね。あ、なんか結構めちゃくちゃ得点取ってるイメージあった、うん、ポジションがあれですね。ベッチーニョはもう中盤か。ポジションがミスターと被っちゃいますね。あ、ミスターと被っちゃう。すいませんでした。ミスターと被っちゃうか。そこはベッチーニョ変えちゃうんだ。ベそこはミスターベルマーレ、うん、やっぱり言わなかったのに出てきちゃいましたね。あ、なるほどね。そこはね、被っちゃう。それは仕方ないですね。ベッチーニョは仕方ないですね。ベッチーニョ、あ、いいですか。ベッチーニョ行きましょう。いいですか。あ、ヒデさんとベッチーニョ大好きだった。なんかベッチーニョさんとエジソンさんとかすごい記憶に残ってますね。応援してましたね。ロペス・ワグナーから。あ、ロペス、あ、ロペスさんいるじゃないですか、一番、ね、確かに。これもこれどうします、こうしましょうか。あ、なるほど、谷からこうパスが供給されるという、はい、もうミスター真ん中です、こうなったら、はい、すごい。ここですか。ほんでここどうします、最後これはロペスさん、それともそう、ね、ミスターと組ますなら、ミスター最後、じゃあミスター誰と組みたいですか。あ、石原直樹かな。おお、一番やっぱパス出しやすかった選手ですね。なるほど、うん、で今回はその OB とかその現役選手じゃないと言いながらも、ここはもうあれですね、ここでも実際長木君とかこうハン・グギョンとか渡辺君もいるんで、うんうん、ここは一番もだからミスターがラストパスを送るならってことなんで、最後石原直樹選手、まあ今シーズンの期待も込めて、あ、うん、これはまた特例で入れてください。じゃあもう石原、はいはい、はい、ね、どういやどういやもうこれすごい、これどうですか、これ見えますか、これ最強、最高ですね。サッカーわかんない人から見たらすごい楽しいなと思います、うん、こういろいろ選手が知れて、ね、あとなんかゲームやってるみたいな気持ちになるのもね、はい、うん、ゲームでも自分のさ好きな選手とかさ、はい、組めるじゃん、うん、はい、確かに。いやでも実際こうやって歴代ベストイレブンってちょっと軽いノリでさっきもコージにお願いできるかななんて言ったら、いや面白そうだねなんて言ってくれてやってみたものの、こうやって見るとやっぱりすごいですね、うん、いやもう様になってます、うん、すごい、ね、やっぱミスターベルマーレ別格だね。別格ですね、存在感が、名前がねはい、ということでベルマーレ歴代ベストイレブンは誰だ、この11人に決定しました。ありがとうございます。これはすごい、いや面白い、どういや、やっぱサッカーをさ、はい、あまりこうなんつうの見ないとかさ、はい、距離があってもさ、こういうのは本当に楽しくなるよね、はい。僕小学校の頃大好きだったんで、うん、競技場とか見に行ってたんですけど、あ、本当に、うん、ベッチーノ選手とか、うん、あと中田選手とか、うん、そのなんか、ね、懐かしい名前が出てきてやっぱ見てても楽しいですし、うん、やっぱミスターベルマーレさんが真ん中にいるっていうのが僕としては嬉しいです、うん、やっぱそうだよね、はい、間違いない、ミスターがいないといけないから、これはやっぱり間違いないですよ、はい。まあでもそうなってくると一個心の流れもあって聞きたいのが、コージが坂本さんがその現役時代やっぱ退治したりして、やっぱすげえ、あ、僕すげえ食らったみたいな、あ、うん、選手とか対戦した選手、対戦相手、対戦、そうだね、でなんかやべえなでもいいし、さっきのハングギョンみたいにガツガツ来るっていう、うん、そのなんだこいつみたいなエピソードでもいいし、対戦してなんか衝撃受けたのは、うん、中村健吾かな、うん、おー、そうなんだ。いやもうやっぱり同じ中盤の選手として見たときに、はい、うん、ボール止めてからパス出すまでのスピードとか、うん、判断とか、
ボールの出しどころっていうのは、うん、もうちょっと一緒のピッチ立たせてもらった時に、うん、なんかすごく感じましたね。で映像で見てるだけの時はなんかがっつりいったら取れんじゃねえかなと思うんだけど、うん、やっぱ対戦してみると全然かなわなかったなっていうのが、まあ、健吾であったり今まだやってますやっと遠藤やっぱすごいだったりなんかこう外から見てると本当にね、うん、やっぱ取れんじゃないかなと思いながら行くけど全部かわされるみたいな。ボールの置きどころとかもすごい、ね、置きどころもそうだし判断もそうだしボールもらう場所であったりとか、そういうのがもう揃ってんだね。でも計算し尽くされてるなっていうのを一緒のピッチに入ると思いました。だからすごいフィジカルが強いとかめっちゃ足が速いっていう選手よりは、うん、そういう、 こう頭使ってプレーしてるっていう意味でやっぱりやっととか健吾はちょっと違うレベルにいたなっていう。そうなんだね。それはやっぱ一緒に対峙したって同じピッチにいないとなかなか感じられませんもんね。確かに2人ともすごい選手だけど、やっぱすごいんだな、コーチやっぱり。いやでも、そんな何回も試合したことないんで。でもこういう話聞いてると、元プロサッカー選手だったみたいだね。ただ知ってた、知らなかった。そうだっけ。よく言われるって言ってたから、あ、お前ら、あ、そうか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 。でも初めて会った時は選手だったでしょ。もちろん、もちろん、もちろん、本当に。最初なんか対談で一緒に、うん、お話聞いて同い年だって知って、うん、でその後、まあ、連絡したら気さくにこう合流してくれてで一緒にこうご飯食べたりするところからでもうすごいよくしてくれて実際そのメモリアルマッチも見させてもらって実際その場所で歌わせてもらったりとか、うん、本当にもうずっと憧れで、はい、僕たちの地元は間違いなく大好きなもうスーパースターなんで。いやだからその取材の時の話していい？何取材がなんか、まあ、あってで僕とハン君が取材受けて反町監督も当時は3人で対談みたいなのあってで終わってで僕まあハン君にもう その時すごい有名っていうか売れてたんでなんか慣れ慣れしくするの申し訳ないなと思ってちょっと遠慮してたんですけどで僕がジャージかなんか着てたんで帰りの私服着て帰ろうとしたら駐車場のとこでハン君待ってて僕のこと出待ちしてて言い方だよほら、うん、なんか連絡先交換しないとか言っていてもう出待ちからのそのワードなんかやばいじゃん俺ファンじゃんファンだけど、うん、ファンだけど逆に驚いて、いやいやもちろん全然いいよって言って、まあなんか携帯番号交換したんですけど、まあなんかそういうの社交辞令であるのかなと思ったら、1週間以内に電話かかってきて、飯行こうぜって言ってくれて、逆にハン君がそうやって言ってくれたから、すごくそういう、なんていうの、つながりができて、で、ね、スタジアムでぜひ歌ってよみたいなノリから、なんかどん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 。ね、選手の人もいろいろ紹介してくれて、うん、おかげでチームがもっと好きになりました。あの時ハン君が出待ちしなかったら出待ちの言い方だよだから言いてだけじゃないしたよ出待ちずっとこうやってなんかこうやってやってたよなそうちょっと鏡とか見てこうやって出待ちしたよ。いやでも嬉しかったですね。すごい嬉しくてあれからもう10年ぐらい経ちますけどずっと仲良くしてね。こちらこそ。ノンさんなんかいますか？その実際スタジアムで見て、選手とか、まあ、選手もちろんベルマーレの選手でもそうじゃないですか。やっぱ僕やっぱ相手というかやっぱいろんな思い出の試合ってたくさんあって、うん、もちろんコージが選手だった時はもうなんといっても昇格争いの、うん、バンフォーレ甲府との一戦で、うん、アウェーの個性ってところのね、うん、向こうのアウェーのゲームで。もう死闘を制した瞬間あれ決勝点決めたのがここにいらっしゃるミスターベルマーレミスターベルマーレね。その時にアジエルからのフリーキックがねこう弧を描きあれが確かバーに当たって跳ね返ってだから競ってバーに当たって
ちょうどそれがね、本当に工事の前に目の前にところにも入ってきたのね。そっからのあのシュート、もう大興奮、もう興奮のるつぼでね、もうみんなこっちに、みんな工事が来るからみんなバーってなってえ、僕とかみんな落下しちゃうっていうね、スタジオでもうそうそういうね思い出ましたね。そう、はい、なんかあのDVD になんか入れてもらってるらしいですけど、新しく発売される。でそのシーンも入ってるんです。今日はたまたま練習終わった後に柴田壮介ってまだ19歳の子が、あんなあったんですね、知らなかったですもうすんごい、そうなっちゃうね。歴史を語る上で外せないワンシーンだけど、いやでもそれを改めて見れる DVD が今出てると、見ましょう皆さん、ね、2月の14日にね発売されてましたもんね。この帽子が落下する瞬間がね映ってるゴールだから痛い、もうすぐ見ます。いやもうすごいいい試合だったんですよ、ね。できないですが、ナレーション対決とさせていただきます。ここはアメリカの幼稚園、あるこういうの、ある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 。私はここで育ちこの人の週末ブラジルでは、うん、下見たらおさまだもん、めっちゃ多いじゃん、もう今タイトルないけどね、これもうあれですね。今日も共に戦い、共に勝ち、そして共に踊ろう。我ら勇士湘南。TV